皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレス A2 ボタンと行きたいところなんですけれども、この音を聞いてくださいよ。プレス A2 ボタン、どうですかこのペコンって音。実はですね、まあこれまでアケコンのねボタンの音ちょっとうるさいみたいな声をねちらほらいただいてはいたんですけれども、まあ、自分でできる対策としまして、そのボタンの中にですよ、紙を詰めたりとか、そして一応ね、静音アイテムでもあります、そのゴム状のクッションみたいなやつをね入れたりとか、いろいろ試したんですけども、でもなんかそれのおかげで逆にボタンがこの潰れるようになっちゃったりとか、まあ、いろいろ不具合もあり、まともにプレイできねえよこれじゃっていうことでですね、まあ、一旦その静音の改造みたいなやつを全部取っ払ったまましばらくやっていたんですけれども、まあ、この度、まあ、なんかスト6もうちょっとやっていく感じあるなというふうに思いましたんで、ついにここに来てですよ、アケコンのボタンをですよ、いいボタンに変えちゃったりしましたよ。で、秋葉原に行きましてね、戦国伝承というね、宝玉伝承みたいないい名前のお店があって、知り合いに聞いたんですけど、でそのお店に行って、まあ、ボタンがいっぱい置いてあって、で、まあ、さっぱりプーじゃないですか。だから店員さんに聞いたんですよ、すいません、ボタンを静音にしたくて、でうちで使ってるアーケコンはプレイステーション3のやつで、ちょっと名前わかんないんですけど、普通のやつですって言ったら、あ、じゃあ静音だったら、まあこちらがちょっとお高いんですけど性能がよく、あと、まあこちらも静音はちょっと劣るんですけども人気の高いものですねって言われて、あー、なるほどと思って、まあ確かにいろんな色があったりするんですけど、大体品切れなんですよ。あ、これ色もちょっとないですかねって言ったら、あ、基本出ているだけですねって言われて、で、まあどうだろう、写真今載せてますかね結局、まあ一応白いフレームと黒いフレームとクリアのフレームがあって、白以外なら何でもよかったんですけど白しかなくてで白のフレーム でしかも色もですよ、赤一色とか黄色一色とか緑一色にしたかったんですけど、それぞれなんかね2個とか3個とかしかなかったんで、赤緑黄色っていうね、信号機から、あ、信号機カラーにしたんですけど、信号機だとしたらこれ青黄色赤の順番ですよね普通。なんで俺赤を最初にしたんだろうやべえ、でも音すごくないですかほら。あ、じゃあ今までのねボタンの音と聞き比べてみますよ。今までのボタンはこれ、これ、これですね。で変えたボタン、全然違くないですか。というわけでね、今日からはこのボタンで制裁ジュリを使っていきたいなというふうに思ってます。ジュリを使ってランクマッチ5000やっていきますけどもね、まあ高かったですよ、うん、ゲーマーフィンガーっていう名前のボタンですかね、1個ね950円なかなかしますよね。だから6個で5700円とかだったんですよね。やるじゃんと思いましたね。まあでもね、ボタン変えたからにはね、負けるよ、そんない。でもね、ちょっとやっぱり、ちょっと色も、ね、ちょっとやっぱ合わないな、アケコンに。あ、お次、うちの近所だ。昔はですね、本厚木か町田のゲームセンターによく行ってましたね。おー、破天荒だな。ミスりました。マジか。昇竜拳。あ、すごい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 人だわ。やばいぞこれ。やべえ。こっちが。ピオらせて自分がバウトするっていうちょっとイカレプレイでしたけど、いやちょっとね、ちょっとボタンに慣れてなくはないと思うんですけど、ちょっとなんかね使用感が違うな。うまーい。あ、バレてる。最近なんか劉備使う方あんま多くなかったから、なんかちょっとね買う人だと思って。ピュッピュッピュッ。え、ちょっとゲージ入ってる。
なんだなんだなんだ、なんかすんなりと。あ、そう、MR ね、結構下がってますよ。なんかね、やっぱね、生放送で、この前ちょっとね、ジュリーやったんですけど、まあ、連戦連敗で。なんかやっぱね、なんだろう、動画とか生放送、だ動画はまだマシですかね。でもなんかね、生放送でやるとめちゃくちゃ勝率低いんですよね。おら、いいね、いくよ。まあでも新しい武器としましては、あ、違う。このね、ラッシュ、そう、こういうことできたらね、いいですよね。ヒット確認でもちょっとむ、思ったよりむずいな。こういうのしたいですよね。あー、ヒット確認むずい。決め打ちじゃないとなんかできないね。でもなんか結構なんかできるようにはなってきてるはずなんですけどね。最大ちょっと分かんないですけどね。てかなんかさ、ボタンの感じなんか気持ち悪いな。あ、ミスった。こう、あれ、なんかさ、ちょっとボタンちっちゃくない？いや、てか文句は多いか。なわけないか。こんなもん、あ、結構減りますよね。よし、2戦目いきましょう。あとはこのソーラガードされた時カチンね、カチンカチンとね。でもあれ取った後入れる技がなんかいつも中足ホーラなんですけど、多分もうちょっと伸ばした方がいいんですよね。ゲージをどこまで吐くかっていう問題あると思うんですけど、なんかね、中足ホーラさすがにホーラすぎるんで、言うてね、補正かかってるっつってもいいダメージですから。ついてな、一回打っちゃう、開幕にね。はい、ほい、はーい、もう打たない。うん、ぐー、なんか気まずい時間が。遅らせグラップに綺麗にジャンプ攻撃が刺さります。じゃあガンガン攻めましょうか、こっちも。今噛み合っちゃったな。おーい。あー、やっちゃった。オープニングスタート、なんか変なルートのコンボでしたね。ちうそー。なんかその勝てそうで勝てなかったし、勝てなさそうで勝てなかったです。オープニングスタート。結構いろいろね、試してはいるんですけどもね、そろそろ風船エンジンの時期なんでしょうか。でも弱々中中強強しか。それでもやった方がいい時ありそうではありますよね。あとちょっとバウンドさせれそうな時に、この前入れ強パンチからの発動とかでね。でガードでバウンドさせたりするだけでも違いそうではあるんですけど。ちょっとやっぱ怖いですよね。てか、あのスーパーアーツ3がまあちゃんと強いんでね。あ、4連勝中のモダン中に絶対これ転勝客だけで食ってってる人ですよ。予想負けそうだな。ほっ、違うっぽい。やべえな、ちょっと遅いな。
2皿あったかな。あのね、100列、100列、多分それやりたいんだったら別のキャラの方がなんかあんまリスクリターン合ってない気はするんですよね。もちろん強いんですよ。今地上に降りてからだったよ。やべやべやべ、天照剣だけで殺されてしまう。ちょっと楽しくなっちゃってんじゃん。相手の方はっはっじゅっ、いろいろあった、触っちゃった。ド S の鏡ですよね、ジュリは。やっぱりね、ドスンとね。しかも座られた側は嬉しいだけですからね。あ、ジュリのお尻ってなりますからね、うん、なかなかやるじゃん。褒めてやるぜ。あと何でしたっけ、あとやってないことあります。学んだことね、結構あるわけですよ。その前で中パンチからの弱の風波ってガードさせてほとんど攪拌ないんで、結構ね、そのいろんな人のプレイ見て、ああこれだから、その難しいことはもちろんできないんですよ。でも簡単なやつはできるんで、なんかあこれいいじゃん、あこれもいいじゃん、あこれもいいじゃんみたいなね、繰り返して割となんかこう作られてるっていうところありますよね。ちょっと待って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 、ちょっとやっぱなんかおかしいな、なんかで、ね、ほいほい、早いですね。ほい、お、投げだけで勝てそう。マジかよ。あ、後ろいたなんで後ろいたんですかね。画面足はめくっても裏に行かない仕様なのに、めくれないのに。ラッキー、まずいぞ。聞けないから、勝利の雄たけび、勝利のポーズ、トゥーン決めっと。いいですね、桜対戦式。まあやっぱり1400台の方と当たればもう今は勝てるようになってます、ジュリだと。でもやっぱ1500台の、いやでもね、レートが高い人だときついっていうわけではないんですよね。やっぱね、合う合わないがすごいありますね。で、自分が苦手なのはやっぱり対空出る派、結構ね雑にこうやって飛ぶんで、結構ねじっくり対空出る派で、飛び道具も堅実に打つ派で、自分それジャスパしてラッシュして攪拌みたいな、すごい苦手なんで、あみたいな。なんといってもね、同乗手ボタンを一応ね設定はしてるんですけど使ってないんですよ。それがやっぱりね弱点かもしれませんね。ふいえ、新しく学んだこれやりたいけどな。まあ、中足に弱波動を仕込んでね。あれこれ何戦目、一勝に、え、ま、勝って負けて勝ってですよね。あと2戦ですよね。ぶっ壊れてやるぜ。はい、飛び一生強くならなそうだな。お、ぶっ壊しよう。なんか開幕から怖がるかなと思ったんですけどね。はーめ、ほっほっ、あ、やりすぎた。体力余裕あると思ったから、相手キャラ
マリルなんだよね。コンボミスさん、ねえねえねえ、コンボミス本当やめてください。ちょっと本当にやめて。自分もしますけど。本当ね、コンボミスして、まあいいやっつって、そのまま戦い続ける人本当に苦手で。あ、これ負けるわ、これ。あ、ほら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 。やめろってマジで。いやー、これねすごい戦術的だなと思います。本当に無理なんですよ。本当にやめてほしい。まあ、あのね、コマミス、コンボミスよくしている自分が言うことは何なんですけども、まあ、ただですよ、自分のことを棚に上げて言っていく、それが戦闘式ですね。こっちだでプラス23、ダッシュが22、あ、なるほど、出してプラス2か1、まあちょっと遅かったんですかね。使うこともあるかもしれませんね。いやー、いらん負け方したな。あ、これなんか負けなさそうだなってちょっと思ったんですけど、とんでもなかったですね。ダメだ、思い出して笑けてきちゃう。いや、ほんとハメやめてほしいですよね。やばい、ちょっと1ヒット少なかったな。こういうのはね、手になじませる必要がありますからね。最後スーパーズもちろん入るか、多分入りますよね。3、あ、ワンも入るかも。あ、試したい試したい試したい。 VTuberVTuberVTuber 試したい試したい。 VTuberVTuber 情報量が多すぎる。一回こかせばこっちのもの。あー、ガーキャンとかあんましないんだな。まだ、このまま絶命してください。 VTuber だし。うますぎる。てか、なんか VTuber の方もね、上手い方多いですよね。なんかもう勝てないだろうなみたいな人いっぱいいますもんね。じゃーん、ヨガフレーム。でもダルシムってなんかガードしてても何もきつくないんですよね、本来は。でもなんか焦っちゃうと、その余計な被弾が多くなっちゃうと。そう、これが自分の負けパターンですね、いつもの。ゴーキャン打ってきた。あー、やっちゃった。アップね。あ、返したかったな。いいよ、落ち着いて。ガ
キャンをちゃんと警戒しないと。よかった。落ち着け、落ち着くんだ。勝てるぞ、勝てる。相手の人はダルシムだ。僕の名前はエンポリオです。バレーボム。ん、シャコミダイパー来た。コパンにした方がいいのか。おしゃれ。ピチャ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 。そう、さっきセットプレーちゃんと確認しましたからね。今のコンボ当てた後はダッシュしたらプラス2。相手の方どうよ、あん、どうですか。ゴブ。あい、やりすぎた。あつ。はい、はい。知ってるよ、そのセットプレーは。ユーリさん。ヒルッチ。いやー、うますぎる。今落ちると思って打ちましただからミスじゃありません。うん、ぴょんぴょんぴょん、もっと使うか。最悪。最悪。軟体動物め。あー、ダメだ、やっぱコパンですね。てかダルシム戦なんかね、負けてることの方が多いんですよね、実際。今の動き VTuber っぽいな。あ、最悪。いや、分かってるのに全部食らった。あー、イリス、マイリス、ルレルリラ、レイリス、ライリス、ルレリラル、ラブリーハートでイリスエクスプローゼー。ダルシムってやっぱその有利状況を作ってからの相手側の逆側空中ワープみたいなの多いんですよね。で、そのメインキャラを使ってる場合はそのキャラで何で落とすかって知ってるもんなんですけども、自分はね、こう受理歴が浅くて、まあこれでいいだろうって、大体落ちるだろうって感じなんですけど、やっぱパッとね打たれた時にこれだと発生が遅いんで、8フレなんでちゃんとこれで落とさないとダメですよね。で、多分これカウンターヒットするんで、これから多分こんな感じで多分入る、多分ですけどね。そうっすね、まあ多分キャンセルしなくてもピッてやったらカウンターヒットになって、多分これで拾えると思います。もしかしたらジャックはね多分確定だと思いますよね。あー、もっと大事にしたかったですけど、まあ今回負け越しということで、残念ながらいつも通りダルシムには勝てないと。ダルシム、まあホンダ、ブランカ、まあザンギとか、なんかね、ほんとその辺に弱いんですよね。じゃあルークならいいのかって言われると、じゃあルークも無理です、あ、剣も無理、あ、ジュリも無理ですって、同キャラも無理ですから、全キャラ無理という最弱キャラということで、まあね、でも今回声援ボタンお聞きいただいて、まあ、ちょっと感想などお聞かせいただければ幸いでございます。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。